どうもナオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は最強のうつせみ青髪ゼロ式の入手方法をやっていきたいと思います。バンジェンスになって入手できる場所が変わったんですよね。通常だとここ、地図で言うとこの辺りですね。ここで入手することができたんですけども、バンジェンスになるとここでは違うアイテムが出てくるようになってます。入手場所はこの近くにありますので、行ってみようと思います。結構ね近くはあるんだけども、ぐる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 回っていかなきゃいけないのでちょっと面倒ではあります。まあ、とにかくその場所まで行ってみます。場所はね浅草あたりで、この浅草のとにかく山の上、山の頂上付近にありますので、まあ、とにかく進んでいってください。登っていきますよ。もう少しこっちか、この山の上ですね。地図にだいたいマークが出てるので分かりやすいとは思うんですけどね。でここを登っていきます。はい、そうするとここですね。入手場所はこの山の頂上になります。調べると青髪ゼロ式ゲットすることができました。結構探したんですけども、まさかこんなところにあるとは思いもしませんでした。探してる方結構いるかと思います。ここにありますのでぜひ入手してみてください。本当にね、これバンジェンスになって場所が変わってるとは思いませんでしたね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。